こんにちは、風花未来です。今回は山田太一ドラマ旅立つ人とを取り上げます。旅立つ人とは1999年、フジテレビから、放送されました。脚本はもちろん山田太一さんですね。そして主演は芸達者で知られる市原悦子さんですね。すごいですね、市原悦子さん。そして渡瀬恒彦さんですね。この人も、もうねご存知だと思いますけど、渡哲也さんの弟さんですよね。で、まあお兄さんは2枚目俳優という感じだったんですけども、渡瀬恒彦さんは本当渋い味のある、まあ、芸の幅というのかな、演技力では渡瀬恒彦さんの方があるんじゃないかなっていう人も多いですよね。もう市原悦子、渡瀬恒彦というね、この二人をね、キャスティングを見ただけでもう同時に見たくなりますね、私はね。そして、あと、吉岡秀隆、吉岡秀隆さんですね。山田洋次監督の映画にもよく出てきますよね、吉岡。ドクターことといえば、もう、ほとんどの人ご存知じゃないでしょうか。まあ、人気のある俳優さんですよね。で、気づいてみると結構なね、お年になってるんですよね。なんかもう山田洋次監督の子役のイメージが、私なんかあるんですけども、本当に結構なね、年齢を重ねてるという感じですね。そして吉岡秀隆さんの相手役というと、まあ、恋愛関係に、ではないんだけれども、王子めぐみさんが、今画面映ってますけども、王子めぐみさんも出てますね。で、この方はどうだろうか。一つ屋根の下、末娘といえば、ピンと来られるかな。まあ、私はその印象がすごく強いんですけどね、一つ屋根の下はね。まあ、あとは、井川久志さんですね。吉岡秀隆さんのお父さん役ですね。井川久志、市原悦子さんの、夫ですね。役で出てます。まあ、この5人のドラマと言っていいと思います。市原悦子、渡瀬恒彦、吉岡秀隆、王子めぐみ、井川久志ですね。この5人、ほぼ5人、この5人で、展開される。もちろん他の、あ、この人、うまいな、いいなっていう人もいますけど、ちょっともう時間の関係で、その他、実際に、検索、YouTube で検索すれば、もうヒットしますので、消えないうちにね、ご覧になることをお勧めします。旅立つ人と。私も実はですね、昨日見たんですよ。なんかもう本当に、つい最近までこういうサイトなかったんだけど、ありがたいことにね、こういう単発ドラマをアップしてくれてるんですよね。ありがたいです。で、まあ、結論から申し上げますと、旅立つ人とですけども、これ正直ね、なんていうのかな、こういう単発のドラマ以外は、DVD だとか、ストリーミングとか、そういう現在見られるようなものを私、ほぼ全部見てるんですよ、間違いなく。ただこういう単発の、テレビ持ってない関係で、見てないんですよ。見てないものも、あ、こんなにあるのかなと思いました。で、まあ、そういうことで非常に貴重ですよね。保存されてないので、DVD みたいな形でね、と思います。保存されてないと思います。で、いざとなれば DVD 化されてるものは、いざとなればね、借りてはしないかな。買えばいいわけでね、中古でも何でもね。ただそういう意味で貴重なドラマだということをお伝え しておきます。で、ごめんなさい、結論というのはそういうことじゃなくて、評価ですけども、風花、未来の評価、山田太一ドラマフリークというかオタクというのか、本当に一番山田太一さんを尊敬しまくってるというのか、まあ、ごめんなさい、ちょっと一言だけ前置きさせてください。いや、後で言い忘れると困るんで、最初に申し上げておくと、1965年、何が起きたかっていうと、黒澤明の赤ひげが出てるんですよね。公開映画ですけど、
黒沢明の赤ひげ、1965年。すごい映画です。名作中の名作です。ただ、黒沢明をこの作品を最後に、衰えを見せるというのか、傑作というのはもうないですね。もちろん私は、傑作じゃなくたって結構いい映画はあるんだけど、もう空回りというのか、まあ、カラーになってくるわけですね。その、モノクローム、白黒の映画は赤ひげまでなんですね。で、衰えていく。ですから、私は長いこと黒沢明っていうのは、もう映画界の巨匠、最高の監督だと、今まで ずっと思ってきてたんだけれども、1965年で、もうそこがピークとすると、その後、まあ、映画とドラマの違いはあっても、映像文化ですよね。映像芸術、その後引き継いだってもおかしいんで、全然作風は違いますけれども、山田太一が1970年代に登場して、まあそこから、ずっとね、もうお亡くなりになられましたけど、そこまで、もし山田太一さんが登場されなかったら、日本の、映画、ドラマだけじゃなくて、表現、なんていうのかな、そういう表現者というのか、もう最高の人ですね、山田太一さんもね。ですから、ゾッとします、山田太一がいなかったら。日本の芸術文化というか、表現、活動というものは、真っ暗闇とまでは言わなくても、ほとんどいい作品出てないんじゃないかと思いますね。ですから、1970年以降、もう、もちろん、いい作品もありますよ。全否定してるわけじゃないでしょ。映画だって、ドラマだって、いい作品。あるし、私も紹介してるんだけども、ちょっと大げさに聞こえるかもしれないけど、1970年から、ね、数年前まで、というか、まあ、2010年までにしますか、で、区切った時に、9割方は山田太一さんの功績、山田太一ドラマが残ってくと思いますね。これはもう100年、200年経った後、映画とかドラマを俯瞰して評価を定めていったら、まあ映画は、黒沢明って私年々ね、評価自分の中であんまり高くなくなってきてるんですよね。それに比して、山田太一さんの ドラマっていうのはものすごく、やはり、なんていうかな、あんまりいい言い方じゃないんだけれども、山田太一の方が黒沢明より、上じゃないかなと思います。これを上下で分けちゃいけないんだけど、私はそういう感じがしてます。だから人間の描き方が、黒沢明の場合はどうしてもヒーローを出すんですよ、必ず。それ悪いことじゃないんですけど、人間社会っていうか、現実ってヒーローっているんですか？で、それはヒーローってかっこいいし、そのヒーローの活躍を見るとカタルシスっていうか浄化されるし、一つの救いにはなるんだけれども、山田太一の場合は、ヒーローって作らない、絶対作らないんですよ、ヒーローは。ヒロインも作らない。英雄も作らない。人間社会を本当にリアルに、身も蓋もないぐらいに鋭くえぐり出す。でも、黒沢明と山田太一に共通するのは人間愛ですね。本当に人間を深く愛してますね、黒沢も山田太一も。ただ表現方法は真逆と言っていいと思います。で、ヒーロー、ヒロインを作らないって申し上げましたけども、本当にこのドラマ、人間のいいところばっかりじゃない、汚いところ、ドロドロしたところもえぐり出します。山田太一武士ですね。しかし、生と死を本当に、なんていうのかな、いろんな角度から照射して、病室してくれている。これネタバレになるので、中身はあんまり言えないんですけども、あえて申し上げます。ひょっとすると山田太一の中の最高傑作じゃないかなと思いました。それは、なかなか死は描かないんですね。山田太一っていうのは。もう、ピンとこらえたかもしれませんけども、登場人物を殺すっていうか、死なせるっていうのは楽なんですよ。ドラマを作るときに。とりあえずというのか、まあまあの感動って得られるんで、人の死を描くとね。で、簡単だし、なかなか
死なせないんです、山田太一に。意地が悪いというのか。とことん活かして、リアルに描いちゃうんですね。身も蓋もないぐらい描いちゃう。いいとこも悪いとこも、むしろ悪いとこっていうか、不格好な、無様なところを描き出す。人間って本来そうだと思うんですね。無様な存在だと思うんですよ。ですからなんか現代人っていうのはやはり、誰かをヒーローにしてその人についていけば、日本は良くなるなんていうことを信じたい人が多いのは私、まあ、一種の病気だと思いますね。あえて、言いたいと思いますね。本当に誰か英雄というか救世主が現れてその人が日本を変えてくれるなんて考えてるようじゃ日本は変わりませんよ、はっきり言って。それが、そういうこと、リアルな真実ですね。それをもう痛感しているんですよ。うん、本当に綺麗事では絶対収まらないというのを CM という山田大地さんは、そういう本当に、なんていうのかな、ヒーロー、ヒロインを出さないで リアルな、無様な、不格好な人間を描いていく。ただ、人間に対する愛情が半端ないので、感動するんですよね。そして最後に、珍しく人の死を描いてます。山田大地さん。だからこそ私、最高傑作という言葉が出たのかもしれませんけれども、それにしても、市原悦子さんの芸達者っていうのはもう皆さん、ね、ご存知だと思うんですけども、渡瀬恒彦さんのね、本当に、あと5日ぐらいしか持たないって自分で言うんだけど、その時にお見舞いに来た吉岡、出たか、さんにね、が、もう、もじもじしながら、こう、なんていうのか、言うことを、笑いながらね、あと5日ですよ、あと5日の命の人が笑いながら、吉岡にで、たかをね、こう、茶化すようなシーンがあるんですけども、神ですね、この絵には。で、その神シーンを、ね、演出、まあ、演出の専門家がいるんだけど、まあ、山田太一が脚本を書いてるんで、この二人のね、もう、神レベルのやりとりですね。もうそのシーン だけ切り取っても、ドラマ史上に残るんじゃないかっていうような記載します。ということで、はい、最後まで、というか、これで旅立つ人のレビューとさせていただきますけども、本当にね、山田太一愛が、私、どんどん、ね、深くなっていく。まあ、ですから、ライフワークとして、山田太一ドラマ前作レビューっていうのをやろうかな、なんてふと思いました。まあ、ただ前作っていうのは見れるのかな、もう今お金が全くないんです、はっきり言って。納豆ご飯、やっこご飯を中心にというぐらいなもんですから、DVD は買えないんですよね。まあ私が総理大臣だったら、山田太一のドラマもう版権とか全部買い取っちゃって、文化遺産、日本の文化遺産ということで、無料で図書館かなんかに置いて、いつでも借りれるような状態に私だったらしますね。そして、常に、NHK じゃなく、NHK になるのかな、こういうって言うと、そういう、まあ、インターネット放送ね、山田太一チャンネルみたいなのを作って、まあ、国営でいいじゃない、それは。それでずっといつでも見れる。ね、ダウンロードし放題ね。そういうふうに私だったらしますけどね。それぐらいもう、いいドラマ、優れたドラマ、傑作っていうレベルじゃないです、ここまで来ると。もう文化遺産です。私たち日本人、悲しいから戦後、ほとんど文化遺産というものを持ってません。その中で本当に貴重な、稀有な、尊い文化遺産、それが山田太一ドラマです。ということで、これからも風の未来、山田太一とドラマの噛んじゃいけません。山田太一ドラマ、レビューを続けたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。